ジリンゴ、ジリンゴ、一目からおめでとうございます。ヤッホーでーす。そう、ちょっと目が赤いんです。わかるかな。ちょっと赤くて、こっち。明日の空き時間に行けたら行ってきます。可愛いファンになりました。今いきなり。ありがとうございます。嬉しい。やっほー、リミカの部屋だ、だってミミミの家着いたか、だってウケるんだけど、イエーイ、皆さんどうも。これは8時くらいに終わりたいと思います。そう、メメはね、明日になって治ってなかったら、明日の握手会の空き時間にもし病院が空いてたら病院に行こうかなって思います。結構あとは冷やすのがいいっていうので冷やしますね。よく寝て元気そうでよかった。元気今日と明日と握手会よろしくお願いします。イエイ、楽しみ。晴れてるっていうか赤いんですよね、黄色赤いって感じで。ちょっと怖いなと思って、思ったよりちょっとこれで見たら思ったより高くてびっくりしました。怖い怖い、うん、キュンです。キュンです。働きすぎですよ、うん、ね、昨日ね BS 音楽歌謡ん BS テレ東音楽祭の収録だったんですよ。で、収録させていただいたんです、 AKB の歌番組。本当にあのポジションが良くて、なんか今まではその 0.3 秒から、まあ、1秒に命をかけてたんです。漏れろって漏れろ精神でこうやってかけ命かけてたんですけど、なんかのカメラ割りを覚えきれないくらいたくさん映していただいて、なんかもう泣きそうになりました。ありがたい気持ちと自分が全然うまくいかない気持ちと自分がブサイクすぎてメンタルとの戦いでした。ずっと踊ってる時、私意外と結構なんか歌番組とかパフォーマンスしてる時に本当に楽しいっていう気持ちめっちゃあるんですけど、歌番組だとそのな、どう自分をよく見せようとかどういう見せ方しようっていう方をたくさん考えるように考えちゃうんですよ。でもそれじゃダメだって、ちゃんと歌詞の意味を考えて歌わなきゃってちゃんと思って気を紛らわせるんですよね。緊張とかを紛らわせるんですよ、歌詞の意味考えて歌いながら。するとちょっと緊張もほぐれてくるからやるけど、なんかカメリハとかって見た時とかにもうなんかみんなが可愛いから本当になんかもともとネガティブだからもうネガティブな感じのやつがもうどんどん出てきちゃって、ずっともう泣きそうにながらもういや本当にもうダメだって思いながらずっとなんかメンタルとの戦いでした本当にみんなすごいなって思いました。 HKT とかで活動してる時は安心感というか、まあ、メンバーもみんな知ってるから安心感だけど、 AKB の時っていろんな他のグループから集まったりとか普段あんまり最近は一緒にいないことが多いからなんかすごいちょっと本当に緊張、普通に緊張しちゃいましたでもいっぱい映ってるから嬉しいです。その自分がカメラ割りをあんまり把握できないくらい映ったのが嬉しくて、今まで多分 AKB さんの歌番組の中で多分一番ポジションがいいので多分分かんないけど、あの12月16日の夜7時から放送なのでぜひ見てください。お願いします。
いつも一瞬だからね。そう、いつも一瞬なんだけど、今回いっぱい嬉しいですね。ぜひ見てください。はい、了解しました。はい、お願いします。この配信は20時くらいに終わるので、よろしくお願いします。それまで顔白いよって、手も白いかな、反射してるのかな、ちょっと影が反射しなかったらこんな感じ。白いかな、顔白くなりました。でもそう、最近ねリップ、今日ちょっとリップ濃くなっちゃった、赤リップすぎて。ちょっとなんかね、赤リップすぎますよね今日ね。ちょっとリップ塗らなきゃと思って口カサカサになったから、リップ塗ったら濃くなっちゃった。濃い色しかほとんど持ったな。はい、あ、お城が届きました、ありがとうございます。とんかつ食べたいさん、お城ありがとうございます。とんかつ食べたい、とんかつ食べたい、みくんもとんかつを食べたいです、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、とんかつ食べたい。とんかつ食べたい。最近男性ながら韓国ドラマにハマっています。いいですよね韓国ドラマ。うちも自粛期間中にめっちゃハマりました。チーズカツ食べたんで、あ、昨日 NGT の日向とご飯二人で行って、新大久保のなんか良いっていうところに行ったんだけど、気になってなんかチーズとんかつ初めてかも分かんない、食べたんだけど韓国の。でもなんかあのチーズが固まっちゃってて、すでにこれがあったかくてチーズが伸びたら最高だなと思いました。だからなんかそう、あったかいうちに食べておけばよかったと思いました。もう出てきた時にはチーズ固まってた。私そういうの苦手なんですよね。炭酸の抜けたコーラは好きだけど、炭酸の抜けたコーラは苦手なんですよ。でチーズも好きなんですけど、トロトロしてない固まってしまった、すでに固まってしまったチーズ苦手なんですよ。ちょっと苦手でした。苦手でしたね。リップかわいいって、リップありがとうございます。目大丈夫、普通に、まあまあ痛いんですけど、まあちょっと病院行けたら行きます。今みくりのソロコ見てたって、ありがとう、嬉しい。今日も可愛いっすね、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。熱々の伸びるチーズで火傷したことある。でも結構火傷すること多いんですね、口猫舌で、猫舌すぎて。チーズタッカルビとかでもね、やったりするし。目薬効果なかったね。目薬は効果割とあって、目薬のおかげでだいぶ引いたんだけど、なかなかそっから引いた状態がずっと続いてるって感じで。でもなんか目薬結構刺しちゃって、で気づいて、なんかその目薬の箱って1日何回しかダメっていうやつあるじゃん。6回くらいしかダメなのに、なんか10回以上多分やっちゃってるんですよね目薬。だからちょっとなんか目から鼻行って口行って、今ここ目薬の味しかしないんですよね。もう喉が目薬なんですよずっと。刺しすぎて多分めっちゃ目薬。ちょっと目薬ね、喉がめっちゃ目薬の味するんです。やべえ、うん、どういうことどういうことって感じで、うん、ミクの意地悪中聞いて中ミクそうと言って改めて思った、中ミク好きだ、これからも押しまくる、あ、ありがとうございます。めっちゃ緊張しました。歌詞がリーカーだって、うふふふだって面白い。ミーをね、さっきここで配信してたんですよね、うん、同じ
画伯だから。うん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 。やべえ、ミミミとのラブラブ羨ましい。だっていつも抱きついて寝るんです、ミミね。いつもね抱きついてくれる、かわいい、落ち着きます。うん。しっかり睡眠も取るんやで。そうですね、睡眠取ってゆっくりしたいと思います。よしよし、はい。仲良しすぎんかって、ずっとミミと最近めっちゃ一緒にいる、ずっといるかも。ミグリ目パッチリだねって本当ですか？おときしなさい。びっくりした。焦るよね、焦るよね、そういう時もあるよね。私はでも今日ねアイライン全然引いてないんだよね。ほらアイライン全然引いてなくて、最近まつげ美容液を塗ってて、まつげ美容液塗ったらめっちゃなんか伸びたんですよね。だから目がパッチリ見える。まつげって大事、メイクで一番こだわってるのまつげです。はい、そう、まつげ美容液ね2個塗ってるからね、3個持ってるんですよ、4本かな、で2個塗ってます。そう、モバメ来てよって。そう、モバメ送りました。ちょっと時差がありますが、モバメ、そうそう、まつげ、まつげ、まつげの長さ目標何センチ？1センチ、 1.5 センチ。え、長すぎる？1センチぐらい目標ですね。よいしょ。結構なんかなっちゃんみたいな、うんってしたまつげになりたい。あかりとか。うん。目大丈夫？って分かんないんだよね。本当に早く治ったらいいんだけど。目薬するんやで、これ以上目薬したら本当にダメだって。もう目薬の刺す回数決まってあんねん。今お腹空いてる？うん、超お腹空いた。今日ねこれがピエンってことを知ったんです。これピエンって言うんですって、ファンの方に教えてもらいました。ピエンです、お腹が空いて。あ、どんどん美人さんになっていくから、ずっとドキドキしてた。ありがとうございます、嬉しい。やったやったやった。お腹すいた。この後食べます、ご飯。うん、ゆくちゃんを見ている時視力が良くなります。やだ。うんうんうん。今もうご飯食べ、まだまだ、今何時？34分。お、あと少しで配信終わりますね。あ、みくりん好きになって3キロ痩せましたって。え、私最高じゃん。ピヨコさんさすがです。パチ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 、すごい。テスト勉強中に見てます、ありがとうな、たくさん食べておいてって。うん、最近でも胃ちっちゃくなったんだよね。まあでも昔よりかは。うん、あ、今から通りもん食べますってね。通りもん欲しい、 HKT の通りもん。ミクリンが好きすぎて1年で8キロ増えましたって。ウケるんだけど。最高最高。8キロ太いいことだよ、うん、いっぱい食べな、いっぱい食べてほしい。まあ10キロは行ってほしいよね。急におらんくなるやん、うん、10キロは行ってほしい。よっこいしょ。ああ10キロは行ってほしい。通りも再販されるって完売したんでしょ、すごいよね。誰かいるのって、ミミミ
水上りみかです。りみかって変な感じなんかみみみのイメージが強すぎて。そう一応なんか吸いとるやん。最高。なんかしょ今日の前髪何点？今日の前髪は100点です。昨日宿毛矯正かけに行って髪の毛だからここがすごい ストンって感じなんですよ。だから前髪も切ってもらったし100点です。トリモン1500個が3時間で完売した。だってすごい。ってかうちも欲しいもん。すごいタワーが2個決まり、あ、ひろゆきさん、わーい、ありがとうございます。白2個も嬉しい、ありがとうございます。殿だ殿、経営してるんだね、どっちの城も。ありがとう、すごい、一番すごいよ、2つの城経営してるなんて。ありがとう、イエーイ、イエイイエイイエイ、ありがとう。今日と今年1年分のありがとうを込めてね、来年も当然見る楽しみなので、ありがとうございます。うれしい。まだショールーム今日今年これが最後ってわけではない、全然ないんですけど、ありがとうございます。受け取ってきます、ありがとう、ね、嬉しい、ありがとうございます、ありがたいです。うん、嬉しいだけ。うん。20時に終わっちゃうんですが、ありがたいです。お腹空いたわね。そう、みんな何食べるの今日？カレー？肉？シチュー？鍋？何ですか？うん、オムライス、お寿司、いいね、うん、いくら食べたい、かっぱえびせん、断食予定、やん、オンライン前にパスタを食べた、カツオのたたき、うわ最高、ガッポーライス、あハンバーグ、あっ、いえ、カツ丼、わあ、ははラーメン作る。今からミクリンパン食べるよ。だってミクリンパン、うん、いいですね。今日ママのカレー食べた。かわちいかわちいよ、よちよちしたくなるわ、うん、ショルも止まった、ショルも止まっちゃったよ、ショルも今一瞬止まっちゃった。つけ麺最高ですね。みんながコメント連投したからそれも一瞬止まっちゃった間違えた、ミクリンパイ、あ、バズキーナ、ありがとう。ミクリン、最近鍋食べてるって。あ、こないだもつ鍋食べました。あと鍋ぐらいですかね。鍋は全然食べない。なんかさ、お家にいる時ぐらいなんですよね。家族が家にいる時、たまにすき焼きかキムチ鍋って感じだから、しゃぶしゃぶとか全然最近はないね。一人でいる時にさ、鍋食べないじゃん。それと一緒なんですよね。酒からはでも食べたい、うん、水炊きも全然行ってない、うん、みやびちゃんとそういろいろ話ね。みやびちゃん本当に可愛い。もう一回まだだよ、めっちゃ可愛かった。あとね、嬉しさね、全員揃って夕暮れ帰り道、はいはいって感じでね、はい、最近どうですか、ざっくり。最近充実してる、よきよき。どうですか、みゆや、最近楽しい、楽しい、だって寝ながら楽しいって言ってるふふ確かに一人で鍋多いかなって。そう、一人で鍋しようってならないんだよね。まあでも鍋だったら、まああれですよね、その次の日の朝とかも食べれちゃいますもんね。そしたらカレーいつもしちゃうんですよね、カレー、うん、
本当に。ハート。松鍋水炊き好きだって、うちも好き、美味しいよね本当に。今19時の10分、はーい、はーい、うんうん、鍋ごと食べる派、どういうこと。でもあれスープ飲む派です、うちスープめっちゃ好き、鍋のスープ大好き。うん めっちゃかわいい。あ、やめてブスや、その角度はブスや。シュキピシュキピシュキピ、好き好きシュキピ、なんとかかんとかシュキシュキシュキピ。いやいやいや、絶対知らんや、もうそれはさシキシキシュキピーとかないし嘘好きよ好きよ好き好き好きよ作っとるね、完璧に作ってしまった、うん、ミミリクリン最高、姉妹みたいな感じかな、だって、うん、住み着いてるよねもうずっと。ドゥ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 、うんふふふ、ニコラブさんの歌かわいい。うん、今日誕生日だって、あやんちゃんおめでとう、ありがとうございます、キュンです。うんどっちがお姉さん、うちがお姉さん、2個くらいお姉さん。うん、着替えはどうしてると、って持ってきた、着替え持ってきた ええって何が、ええ準備万端、全部持ってきた。ホリちゃんやっほー、イエーイ。あと20分は早すぎるって、確かに早い。ニコリンが妹やろうって目は大丈夫、今いい感じ、普通、すごいゴロゴロしてないけど、しみるって感じ今。ご飯食べてくるね、分かった、バイ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 。あ、ここで私ミミに謝らなきゃいけないことがあるんですよ。何本当に今日、うん、パッて思い出したんだけど、うん、この間ね、うん、ミミと一緒にさ、うん、ネックレスお揃いの買いに行ったじゃん。え、なくした、なくした。いや、なんかさ、9周年ずっとつけててさ、それ、うん、9周年の時にさ、そのお揃いのネックレスをさ、うん、つけっぱなしで出ちゃダメだから、なくした、違う、かけてたんですよ。うわ、そんなほんとしたらそのまま忘れちゃってさ。わかる、でも忘れるよね、ゴムも忘れるもん、なくしちゃったんだよ。また買いに行こう。あんなの300円やから。ええでええで。100円3枚。じゃあ、あともう一個欲しいねって言ってたやつ、そうね、ね、そっち買いに行こう。ほんと、すまんな。そういえばないって思って。ほんとに。安いんですよ。そう、ペアのネックレスなくしちゃった。イエーイ。いや、家じゃない、家じゃない、全然家じゃない、ね、
やべえって思って、うん、帰り直しに行きます、うん、情緒情緒なんてでん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 で、あ、これみーちゃんからもらったお下がり。みーちゃんありがとう、大好きだよみーちゃん。みねぎさんからお下がり、ちょっとなんか欲しいと思ってみーちゃんにこれお下がりくださいって言ったらくれたの。優しくないですか。かわいい、めっちゃかわいくて好きなんです。これ可愛くてこれめっちゃ大好き。サイズはちょっと大きめくらいだからちょうどいい実質。峯岸さんありがとうございます。イエーイ。こういうのあんま着ないでし、着ないと思うじゃん。こういうの好きなんですよ、こういう系。なんかありがとうございます。お腹鳴った、うちも今お腹鳴らせます。ほらくしゃみしたんだ。ほらお腹が鳴る、めっちゃお腹が鳴っちゃいますね。あ、自分で今鳴らしてるんですけど、ゆくりは不似合いそうね。うちももう今何時、47分。おお、ツンチャカタチャンチャンビアスイティファイツンチャカタチャンイーコラブチャンチャンツンチャカタチャンチャンリンちゃん。めっちゃ反射するじゃん。これが黒いけんやろ。うん、確かに。え、これが黒いけん、うん、はじめましてだって。あ、ミクちゃんのファンの方こんにちは。私は5期研究生の水上りみかです。自己紹介大事だね。こんにちは。俺があの黒なのですごい飛びます。申し訳ございません、うん、申し訳ございません。黒ロスケ出ておいで。よかった、これをこうやってさしとけばいい。確かに。まあ、ほらいけたわ。知っとるわ。だってありがとうございます。あれは札幌で握手したことある。あ、懐かしいな。年下に見えるって。みくちゃんの方がうるせえ。そんなこと言わんと。みくりんがイケメンに見える。だってどういうこと。来いよ来いよ。自分から来とる。しっかり自分から来た。そうそう。こんにちは、んこそば。こんにちは、んこそば。うん、こちら、うん、美人姉妹って言われてる。え、美人姉妹って嬉しいわね。うん、嬉しいわ。好きミクだったよ。ありがとう、キュンです。すごい、かわいい。かわいいコメントいっぱいでしょ。うん、みんなこれミクちゃんのアバター。あ、これうちのアバター。かわいい。かわいいでしょ。ミクリって書いてミクちゃん書いたんこれ。うん、うちの書いた。やっぱ他のところのルームに行ってもそうね。そうそうそう、ミクリンの推しだよっていうのを強調したいから、うん、ミクリンって書いたのに、この人たちは賢いから他のルームに遊びに行くとアバター変えるんだよ。うわ、やってんな。やってんだよ。先生どうぞ行きましょう。うん、そりゃそうだなって。やっぱそうなんだよ。
そりゃそうよ、だって親親、まあ、ちゃんと分かってるんですからね、みくちゃんは。いいんですよ。俺はこのまま言ってるぞって、うん、いい、好き好きしゃべくりセブン、この回温めますか、のドラマ見てますか。見てないんだけど、あれは食べた、あのシュークリーム。今第2が出とるよ。えパンプキン、あおー最高。えてか送ったアイスめっちゃ美味しそうじゃなかった。買いに行こう。そう食べたい、あれいいっすね。なんならアカウントも買えますが、やばいやばい、そこまでしてそこまでするの受ける。誰なんだ見に行ってる、もう一人確かに逆に気になる、逆に気になるよね、うん、髪型はその髪型、その髪型なんですか、これ一本結び言い方一本結びミーミーは何で言うの、ここはミーミーのお家だから。めっちゃなくなったスキスキス、ふわふわふ。トリの一番の思い出は毎日が思い出よ。もうそれな。えでも一番はさ、何でも全部思い出だわ、結構いっぱい出てくるわ。なんでだろう今。大丈夫まだ分からんけど、まあ確かに55分とかに男女読んだら確かにそうやな。あと3分ちょっと教えて。うん52分だから。はい、ゲスニダーゲスニダアイズワンの新作買えますか。新作、新曲、新曲、うん、新曲タワー、うん、ないないない、ああった田村村、タワーありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、田村村キュンです、ありがとうございます、うん、タムは元気にしてるのかな。ご飯食べたの、うん、タムラ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 、どこ、キュンからの逆キュン、キュン逆キュン、うん、タムドボン中ですって、うん、低音、俺声低いっちゃんね、うちも割と低い、高いよ、うち高い、うん、うん、同い年くらい見える、そうね、大人っぽいよ、ギミカは本当に大人っぽい、イケボ出してって、なんて言ってほしい、じゃあなんて言ってほしいの、イケボか、なんて言ってほしいの、なんて言ってほしいの、いいよ、なんでも、肉もんもん、肉もんもんですか、年上に見えるって、また高2です、嫌いって言って、分かった、イケボでね、嫌い何をやっとんの、嫌い、ちょっと言ってみて、嫌い、おーすげえ、受ける声あ、50
55分になったって。まあ50分壇上読もうと。ポン。あ違うこれか。違う？そうよ。分かるよ。久々すぎて。はい。13位は堀ちゃん。12位はなおっちょまいと。11位はしろうさん。10位はみくの十字りんご。9位はみつのりくん。8位はにこちゃんマーク。7位はりゅうちぇるちゃん。6位はちちよ。5位はひでさん。4位はげいちろけん。3位はたもらもら。2位はとんかつ食べたい。1位はひろねこひろゆき。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。うん、こっちの便変えたくさ。いけるわ。じゃあねみんな、バイバイ。パンダさんもバイバイ。